ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、コウノ家滅ぼして毛利家に侵攻、岡山城で異風境発動したね。島津家も九州から毛利家攻めてるし滅亡までは時間の問題だと思うんだぜ。あまり抵抗する力もないだろうからさっさと滅ぼして織田家との最終決戦に備えたいところ。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は備中松山城、高田城制圧して終わったんだったな。そうそう、備中松山城にはかなりの敵部隊来てるけど織田家から援軍呼んでるしなんとかなりそう。高田城も軍団に組み込んだから防衛に向かってくれるはず。もしかしたら備中松山城の方にかなりの部隊行ってしまってるし一回奪還はされるかもな。だとしても奪い返せるなら全然問題なし。四国も軍団作ってるから多少は援護も期待したいところ。内政軍団だからそんなには期待できないがな。武将もほとんど高虎さんの軍団の方に送ってるしね。そして関東、織田、徳川連合軍を迎撃して反撃しないってことは北条家はまだリミッター解除されてないのかもな。おそらく北条家のリミッター解除条件は足なけにあるような気がする。どこかのシリーズで足なけ滅ぼしたか黒川城制圧した瞬間動き出した記憶があるんだよね。だが伊達家はリミッター解除されたような動きしてるがな。変な感じに勢力拡大してるしね。私の予想だけどリミッター解除は各勢力ごとに設定されてるような気もするんだよね。大まかなリミッターと各勢力ごとのリミッター、これで成り立ってるような気もする。上杉家見たことないところで伊達家にかくまわれてるな。本能寺がなくなって織田家がリミッター解除されて足なけ滅ぼしたあたりから北条家も動きそうな気もするし、そのあたりも PK に活かせるかもしれないから確認はしておきたい。次に今回の作戦。今回は神鍋ルートと大石城ルートに分けて攻めていこうと思う。一気に分けて威風狙わずに攻めるのか？そうだね。島津家も攻めてるし、軍団も攻めてほしいから威風狙いしても中くらいしか敵部隊集まらないと思うんだよ。なら軍団の動きも見つつ攻めれるところ攻めていこうと思う。なるほどな。あとは早く毛利家破産させて城郭不振を解除させたいところだ。通常戦闘で城落とすなら城郭不振は厄介だからな。てか収入面ではうちがトップだったのか。他の勢力より政策維持費が少ないみたいだからな。必要最低限しか今発令してないからね。下がります。それじゃあ時間進めていこうか。一応毛利家を滅ぼした後すぐに織田家に攻めれるように今から領内諸策もやっていってるよ。二条五所、靴北二条あたりを今は重点的にやっていってるんだぜ。援国東洋まあまああたり、武田家滅んでるから武田家の放浪者もいるだろうしもっとあたりも出てきそうだ。それじゃあ大石城に磯野くんと三成さんでとりあえず様子見しながら攻めてもらおう。なんで磯野だけくん付けなんだ。だって磯野って言ったら国民的に磯野くんでしょ。理由がめちゃくちゃなんだぜ。進軍してる間に鳥取城の清正さんも勢力回復するだろうから合流してもらおうと思ってる。高田城ダメそうだな。高田城陥落。でも周辺攻めてれば軍団が奪い返すだろうし大丈夫だと思う。てかこの短期間で城主入れてたのか。陥落しそうな時はやめてもらいたいものだ。備中松山城は織田家の援軍もあって守りきれそう。そういや沢田城攻められてるんだった。もはや守る気もなくて意識にすらなかったんだぜ。軍団がすぐに高田城奪還に動いてるし大石城攻めしてたらアシストになりそうだね。一直線に進んでいったな。思ったよりは被害少ないか。通過してない東北がメインみたいだ。それじゃあ元近さん、孫市さんにメインで神鍋城攻めてもらおうか。二条五所に孫市配置してるし領内諸策で一気に兵力増やしてるからかなり強くなりそうなんだぜ。備中松山城防衛成功。早雲さんが闇討ちの提案は貫禄ありすぎて闇討ち程度じゃ済みそうにないんだけど。闇討ちのはずが暗殺になりそうなんだぜ。災害復旧は領内諸策が終わり次第すぐに取り掛かろうと思う。上市城は強撃めちゃくちゃ狙ってきてるねー。まあ AI と違って回避するんだけどね。 AI は回避せずに脳筋で戦うからな。よし、回避。磯野くんは武勇高いけど三成さんは戦闘向きじゃないからちょっと不安。兵力高い状態で鳥取城奪っておいてよかったな。清正さんひたすら発射できるからね。高田城攻めは周囲を制圧してから攻める予定だったみたいだけど兵糧が危うそうだ。
囲んだ瞬間またすぐに出陣しそうだがな。サダユーさんも神鍋城に向けて出陣。ちょっと遠いな。三成さんとサダユーさんが騎乗したらお互い入れ替えようかな。武勇高い武将が兵力多い城に配置した方がいいからな。それで言うとお市さんも長政さんの代官にして誰か城主にさせたいんだけど武勇方があまりいないんだよね。いても大体軍団に送り込んでるしな。85の軍に対して武将60、だいぶ足りてきたね。あとは大量の組頭が出世してくれるの待つだけだ。神鍋城も強撃狙いされてる。てかどうせついたのか。大友家は毛利家がとどめ刺したみたいだね。ってことは城員さんもいるってことか。また城主よく見ておかないと大変なことになりそうだ。道雪さんが城主なら神鍋城攻めもかなり苦戦しそうだ。武勇高い城主だと長宗我部家の時もそうだが返り討ちに遭うことが結構あるからな。お、高田城に向けて軍団動いた。宇石城攻めが効いてるのかもしれないな。宇石城制圧されたら高田城は孤立するし、毛利家は宇石城防衛に向かわないとダメだろうからね。やはり道雪出てきてからすごい勢いで兵力削られるな。でも兵力はこっちの方が上、AI みたいに人海戦術で押し切っていこう。長政さんも神鍋城に出陣してもらって威風、もしくは通常戦闘してもらおう。軍団に任せ始めると合戦も少なくなってくるしな。少なくなるというより面倒くさくなるが正解かな。通常戦闘で軍団に任せた方が合戦で頭使うよりはるかに楽で早いからね。長政のお供に周辺部隊も出陣していくんだぜ。神鍋城道雪さん撃破。ただ老老と神鍋城の耐久値考えたら最初の部隊だけじゃ厳しそうなんだぜ。老老枯渇で兵力失って出陣ペースを切るのも嫌だし援軍送ってるから早めに騎乗させるよ。鳥取城も苦戦中だな。合算と太城の兵力多い元春さんが厄介だ。他はそこまで兵力多い城もないし合算と太城まで制圧できたらもっと一気に制圧していけそうなんだぜ。清正さん騎乗、鳥取城の兵力回復も早いしすぐに出陣してもらおう。高田城制圧。吸収するまでは全開放。あ、やべ、孫一さん強撃されちゃうじゃん。しかもすぐに撃破しようにも兵力多いモブ城主だから無理そうだな。サダユーさんも向かってるし強撃し返せるけど後ろから城運さん高影さん、怖いメンツが迫ってきてる。俺の力を見たか。危ね、なんとか撃破。後ろから長政たちも来てるしサダユーには削れるだけ敵兵力削ってもらうか。合戦もできるだけしたくないからね。織田家の援軍もらえるみたいだしポイントも余ってるからお願いしようか。織田家もおとなしくなったし兵力も溜まってきてるだろうからな。サダユーさんは騎乗、長政さんと織田家で今は神鍋城狙ってるよ。上市城には元近を援軍で向かわせてるんだぜ。藤高さん清正さんもいるしこれでなんとかなってほしいところ。下がります。闇討ち成功。これで城主部隊弱体化だな。上市城はまず工場の前に軍制圧して敵部隊来れないようにしてるよ。できるだけ合戦はやりたくなかったけどこれはやっていこうか。あと1部隊いたらよかったんだがな。いるにはいるけど待ってたら織田家の援軍壊滅するし、3部隊じゃさすがにゴリゴリの主力でもないからきつそう。威風弱でも周辺の軍は制圧できるだろうからこれでやっていこうか。ちょいと采配ミスったけどやはり吸収力じゃきついや。元地下や孫一使ったら物足りなくなるよな。風よ、アガナを運べ。よしよし、これで敵部隊が来る前に制圧していきたい。何ですと。ついでに島津家とも関係好転。城を落とすぞ、続け。孫一の破壊が炸裂。一撃で耐久値ほぼ持っていったんだが、カノン砲かな。カノン砲覚えてるってことは相当気に入ったんだな。名前がロマン詰まりすぎてるからね。上市城は前で敵部隊止めてるしすぐに制圧できるだろう。城主にも闇討ち入ってるからな。攻め落としてみせた。上市城制圧。闇討ちのおかげで城主部隊もすぐに撃破できたんだぜ。待てやるわい。貴殿にお使いいたす。
残党がまだ来てるから元近さんと清正さんには早めに処理してもらおう。運制圧されても面倒だからな。やっぱ吸収力じゃ武勇低いから強行でもそんなに削れないか。ギリギリまで粘るけど接敵する前には騎乗しようと思う。道路もやばいからな。孫一さんが兵力回復してたから神鍋城に出陣。周辺を出陣できる部隊がいたらお供させるよ。お聞きいただきたい。敵部隊の防衛邪魔するのに大先導発動しよう。多少来れなくなるといいんだがな。神鍋城は長政さんたち騎乗、半分くらいしか削れなかった。上市城も軍団に組み込んだら合算戸田城付近の軍も制圧に向かってるんだぜ。これは軍団次は合算戸田城向かうかも。7つの城で戦闘成功したみたいだな。十分。遅れてはならぬ。軍団動いたな。これで神鍋城の防衛も少しは手薄になるんじゃないのかな。一部向かっていってるな。神鍋城接敵。次こそは主力だし頑張ってくれ。一応制圧後の防衛もあるだろうから後方から長政さん出陣させておくよ。それを見たか。ようやく周辺の神鍋城防衛部隊撃破。一気に耐久値削るんだぜ。攻め落としてみせた。制圧した状況が最悪なんですが、いきなり強撃の防衛スタートだな。磯野くんと三成さんには申し訳ないけど被害出しながらでも強撃で耐えてもらおう。長政ももうすぐで到着だしそれまでは頑張ってほしいんだぜ。織田家の防衛も召喚、耐えてくれ。首を取らぬか。なんとか強撃解除。が、まだまだ敵部隊来てるな。これは合戦で処理かな。合戦と打城攻めは一度周囲の軍制圧してその後工場に向かうみたい。軍制圧したことで兵力も下がってるしいい作戦だと思うんだぜ。我が部の見せ所か。神鍋城防衛戦。今度は元近もいて主力だからさっきよりかは楽に勝てそうだな。敵部隊も壊滅仕掛けが多いからね。長政さんと元近さんで砲術ワンパンしまくって圧勝。最後は優勢勝利にしたんだぜ。風よ、アガナを運べ。制圧された軍を全部取り返せたね。まさか。道路も余ってる部隊いるしこのまま近隣に攻めても良さそうだ。長政さん、元近さん、清正さん揃ってるしね。だけど今回は一回区切ろうか。最後に兵力確認。織田家の城が成長してるような気がするな。北条家ともあれ以来戦ってないし城下開発が進んでるんだろうね。今回で楽に毛利家滅ぼせるかと思ったけどそう簡単にはいかなかった。次回くらいである程度決着はつきそうだがな。早くしないと本当に織田家が兵力つけちゃう。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。